はい、それでは皆さんこんにちは。フリンクプラスプロメテウスプラスグラファナによるアクセスログの可視化とアラーティングというタイトルで発表させていただきます。LINE 福岡開発室所属の松崎と申します。よろしくお願いします。僕はLINE ファミリーアプリっていう、サービス群がありまして、僕はそこで、サービスの SRE をやっています。はい。今日のアジェンダなんですけれども、そのプロメテウスとグラファナの概要をまず軽くお話しして、それの主なアドバンテージなどをご紹介します。もともとそのアクセスログを、可視化する、基盤があったんですけれども、それの改善を行ったっていう、改善前後で、何が改善できたかっていうお話をしたいと思います。はい。でプロメテウスとグラファナの概要はこんな感じです。ですね、左下のエクスポーターっていうやつがありますが、これがその監視対象の OS だったりミドルウェアのメトリクスをエクスポートするエージェントです。で、それをですねプロメテウスっていうもので、データを取ってきて、データの可視化は、グラファナっていうのでやるのが一般的です。また、プロメテウスに、データを貯めているので、その、値ですね、メトリクスを使って、アラートのルールを自分で好きなように、式位などを決めて設定しておくと、アラートを飛ばすことができます。で、ですね、この、概要の真ん中にプロムジェンっていうのがあるんですけど、これは僕たちで開発している OSS のライブラリです。でこれを使ってプロメテウスを、より簡単に設定とか、ができるようになっています。でこれは GitHub の LINE のオーガニゼーションで公開されていますので、もしご興味があれば見てみてください。はい。でプロメテウスの主なアドバンテージですが、すでにこの世の中にさまざまなミドルウェアのエクスポーターが存在しています。なのですぐ、メトリクスの収集を始めることができるようになっています。で、もしないものについてもですね、自分で簡単にエクスポーターが作れるので、それを、作れば良いという感じです。はい。でグラファナについてですけれども、タイムレンジが自由に選べます。ちょっと左のスクリーンショット、すみません字がちっちゃいんですけど、プリセットのものがあるので、そこから選んだりとかですね、あと表示中のチャートに対してこうマウスで選択、範囲選択すると、そこがズームインされて表示されたりとかができます。あとですね、カーソルを当てるとその時点のメトリクス値が見れるようになっています。この右のスクリーンショットですね。はい。で今回のお話、の前、以前ですね、もともとどういう構成だったかっていうと、サービスのそれぞれのサービスから、アクセスログを収集してフルエント D に集めて、でフルエント D で集計をして、グロースフォーキャストで表示するっていう、非常によくある一般的な構成ですね。こういうのを採用していました。はい。で、規模が大きくなってくるといくつか問題点が出てきまして、一つ目としてはフルエント D で集計しているので、ちょっとデータ量が多くなり、サンプリングする必要性が出てきました。で、サンプリングしているので消えたデータを見落としてしまいますよね。例えば、500万台の発生とかですね。はい。で、次グロースフォーキャスト、これはですね、ちょっと主にグラファナと比較してなんですけど、先ほどアドバンテージといったような、タイムレンジの指定だったりとか、あとカーソルを当ててその時点でのメトリクスの値が確認できないとかがあります。あとはですね、グロースフォーキャストは1個のチャートで複数のメトリクスをこうまとめてみるときに複合グラフの作成っていう手順が必要なんですけど、そのいろんなサービスが増えてその都度複合グラフを作るのが結構大変だねっていうのがありました。はい。でこれらの問題を解決するためにフルエント D の集計をフリンクで、
クロスフォーキャストはプロメテウスとグラファナイというふうに移行しています。はい、でこれが、導入後ですね。フルエント D で回収するところは変わってないです。でそこから先が、間にカフカを挟んでて、そのカフカからフリンクでデータを取ってきて、集計処理をしてカフカに書き戻しています。でこのフリンクの集計処理はですね、アクセスログの集計なので本当に単純なもので、なんだろう、 SQL で言うとセレクトカウンタースターフロムテーブルでグループバイなんとか、まあ、その程度の処理を、フリンクで書いています。でフリンクの処理自体は、本当ストリームなのでリストの処理をするような感じで、Java とかスカラで普段やってるようなフィルターとかマップとかですね、そういうのを使って書きます。はい、で、その集計されたデータをカフカに書き戻した後は、プロメテウスのエクスポーターを使って、そこからデータを取ってきてプロメテウスにデータを集めてグラファナで見るという感じですね。はい、でこれが実際の、ダッシュボードです。で、チャートが4つありまして、上から、HTTP ステータストレスの発生回数 と、それの割合とあとレイテンシーですねを表示しています。はい、で、まあ、なぜフリンクかっていうのがあると思うんですけども、ちょうど去年ですね、去年のデベロッパーデーで、事例の話がありました。そこで別のチームの人がですね、ノリクラからフリンクへの発表をしてるんで、もしご興味があれば去年の資料を見てみてください。はい、そうですね、というのが、まあ、フリンクの採用の理由の一つです。はい、で、移行によって改善できたことがいくつかあります。はい、でフリンクによって、まあ、もうより大量のデータを処理できるようになったので、まあ、サンプリングが不要になりましたっていうのと、あとは、そうですね、プロメテウスとグラファナで、まあ、さっき何回も言っているようなアドバンテージを得ることができましたということですね。あ、で一番最後に書いてるのがですね、全てのメトリクスが一つのツールで見れるようになったっていうのは、僕たちが今サービスのメトリクスを見てるのは、もうそういう基盤自体をプロメテウスとグラファナに今寄せていっています。なので OS のメトリクスとか、ミドルウェアのメトリクスとか全てそういうのはプロメテウスに入っていてグラファナで見ています。なのでそこに、アクセスログも集めることができました。はい、で、今までできなかったことができるようになっています。その具体的に言うと、プロメテウスのアラートの機能を使って、サービスごとに適切な敷地でアラートを飛ばすことができています。まあ、例えばサービスによってレイテンシーの、異常な敷地とかは違うと思うんですけど、まあ、そのサービスによって適切な敷地を設定してアラートで、アラートの通知先も、サービスの、開発者とかあと関係各社ですね、企画の人とかそういう人に、まあ、LINE だったりの方にアラートを通知するっていうのができています。はい、できるようになりました。はい、それでは僕の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。